そもそもこのところに進み入れたる者は、下野の国は那須野ヶ原十年寺の和尚にて、その名も鎮斎と申す者でごわす。いやあれあれ、まあまあ、本日は晴天の中、春の陣正解おめでとうございます。また吉木神楽団、吉木神楽団、ここへ一本入れたら吉本神楽団、いやいや吉本じゃないよ、吉木神楽団、ご指名いただき誠にありがとうございます。まあ天気がええのに、まああのちょっとここで聞いてみるんだが、北広島町以外のところから来られた人手を挙げて。おお、こりゃこりゃ、おい、じゃあ北広島町町内の人手を挙げて。いやーやれ鳥猿の、はよ帰ってからあった他の草借りんさいや、ほんま、はあ、田植えをせにゃいけんのだし、はあ、忙しいんで、山菜もえっとあるし、今日はまああがなことを言わんこう、一日ゆっくりここで春の七草じゃがの、春にいっぱいいっぱいコツがあるんで、しっかり食ってやまた飲んでゆっくりしてください。やっ、さて春なんだが、秋も吹け、この葉も積もりたれば、これより庭を掃き清めようと存ずる。練習の時には一回しか測んのに、いやあれこれあったなんか恨みがあるかい。いやいやいや、まあ、太鼓が叩きゃ回りないけんし、いやあれ先生綺麗になったかの、綺麗になってない、なってないって早うから言うなよ、お前ちょっとわしが見ちゃろ。いやあれあれ、今息を整えよるけいの、よくなった、あ、綺麗なの。いやあれ何ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん手に持っているものなんですの。これはもう知っとる。いやあれあれ、まあまあこれはなんかビール言うんじゃろ、最近第三のビールしか飲んだことがなはっけ呼ばれてねんかいね。まあ今日のお客さんはとってもあったかいんだから、すいません、じゃあちょっと生ダム生ダム
うまい。これがビール言うんじゃねえ。みんな飲んじゃしばいことになるき。ああほんまうまいわ。これはちょっと。あと呼ばれることにして。待てよ、ちょっと戻さねえけんね話が。綺麗になったんかよ。綺麗になった？まだ。よっしゃ、これはもう一丁吐き清めをどぞんずる。いや、ありがとうございます。今年昭和36年10月25日生まれ、和尚もいよいよ54歳に今年なります。ビールがこれだけ美味しいのは久しぶりで、いや、残りのビールを奥の人まで行ってちょっといただこうと存ずる。お願いもしてそう。